内原訓練所内原訓練所の日輪兵舎、安し安訓練所。第一次満州開拓青年義勇隊の先見部隊六百八十名は、1 9 3八年四月二十一日に、安し安とい兵舎下、げ、河野良訓練所に入職した、満蒙開拓青少年義勇軍とは、日本内地の数え年十六歳から十九歳の青少年を満州国に開拓民として創出する制度であり、 万毛開拓団に代表される万毛開拓民、創出事業の後半の主要形態である。1932年の満州国の建国から敗戦時に至るまで一貫して満州への日本人農業移民事業の主導権を関東軍が握っていた。この満州移民事業の展開は以下の3期に分かれる。関東軍は上述試験移民期にも満州大量。 移民計画案を作成し、その実施を日本政府に要請し続けていたが、日本政府特に大蔵省の受け入れるところとならなかった。しかし、1936年の2.26、事件発生によって、軍部の政治的発言力が飛躍的に増大し、関東軍と陸軍省作戦の満州大量、移民計画を実施する絶好の機会となった。同年には、 満州農業移民100万個移住計画が策定され、それが広田内閣による7大国策の一つとして、確定した20か年100万個創出計画という壮大な計画も立てられるようになった。しかし、翌1937年に日中戦争が勃発し、戦争への大量動員と戦時景気に伴う労働力需要により、 成人移民を多量に確保することが困難となっていた。1937年11月3日、万物開拓青少年義勇軍編成に関する憲白書という文章が、首相、この絵踏まろを、はじめ、全閣僚に提出された。署名人は、農村厚生協会理事長、石黒忠津、満州移住協会理事長、大倉金持、道理事、 橋本殿在門、那須明、加藤漢字ら6名であった。成人移民が殺鉄をきたしていた、宅務省としては、この憲白書は、渡りに船であった。早速、満州に対する青少年移民喪失に関する件を立案し、11月30日の閣議でこれを決定している。またその年の12月には、満州青年移民実施要項を作成した。 翌1938年1月、この満州青年移民実施要項に基づいて、早々と募集が開始された。募集要項によると、小学校を卒業し、数え年16歳から19歳までの身体強権なる男子で、父母の承諾を得たものであれば、誰でも良いとされた。青人移民を補充するものでありながら、その名称が、青少年移民でなく、 青少年義勇軍であるのは、日中戦争遂行上必要不可欠な満州支配の安定的維持に青少年が提身することとして、当時軍国主義的意識の高揚した青少年に訴えるためであった。その狙いがこうを奏して、成人移民は貧農層が中心だったのに対して、青少年義勇軍は高等小学校の成績上位、中位層が中心となった。 自由応募が原則であったが、実態は、当局から各都道府県への割り当て数が決められ、さらに道府県から各学校への割り当て数が決められていた。それに応じて、各高等小学校の担当教師が、卒業生に主体的に応募するように働きかけた。青少年自由運送室において、学校教育の果たした役割は重要であった。 各都道府県で選抜された、青少年300名を標準として中隊に組織し、加藤幹治が所長を務める茨城県内原の、万毛開拓青少年義勇軍訓練所で3ヶ月の学習、武道及び体育と、農作業の基礎訓練を受けた後に、満州国の現地訓練所にて3カ年の訓練を経て、義勇隊開拓団として入職した。この訓練教育機関は、満州国における、 民族共和の中核として、開拓地の満州国の発展、さらには日満一体化に寄与することが期待された。この満毛開拓青少年義勇軍は、1938年から1945年の敗戦までの8カ年の間に8万6千人の青少年が送り出された。これは満州開拓民創出事業総体の人員の3割を占めており、 同事業に欠かせない存在であったと言える。しかし、その実態を見ると、青少年だけで構成されているだけに、団幹部の力量に左右される面があった。また、その入植地の環境も、一般開拓団以上に厳しい場合も多かった。そうした中で、一致団結して、理想を追求した段もあったが、条件が悪く、しかも団幹部に恵まれない場合には、 精神的に耐えられず生活が荒んだものもあった。暴力事件や周辺農村との間で圧力を起こすこともあった。体験談画像論文、ありがとうございます。